ではこれより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも班員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から指定の場所に移動せよ。以上だ。最新話我还没看耶。教官の言うことはよく分かんなかったけどよ。まあ余裕だと思うぜ。なんせ俺は天才だからな。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私に任せてください。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りて。教官は班の連携を評価すると言ってたけど、大丈夫かな。とにかくやってみないと分かんねえだろ。ちょっと、行こうぜ。なんでうまくいかねえんだ。みんな頑張ってるのによ。もうガスも刃も残ってません。コディが突っ走るからですよ。こんな急ごしらえの班で連携なんて最初から無理だろう。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。そうだね、君の言う通りだ。まずは装備を万全にしておこうか。よし、それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな。はあ、みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。居然变成我了。这个大家要好好相处哦。それはもちろんです。私たちもまとまった動きができるところを見せてやりましょう。それじゃあよろしく頼むよ。みんなでリーダーを支えてこの状況を挽回しよう。よし、他の連中を驚かせてやろうぜ。其实我现在脸捏得还蛮 奇怪的。よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。走走走、先去補、先去補。開けた場所のようだし、可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら、俺たち、とっくに死んでるんじゃねえか。じゃあ、ここで失敗しといてよかっただろ。什么？我很会混分。还没有呢。按下 Y 就能补充。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。等等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 補給できる場所は大事だからね。我会我会。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ、不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。再設一下。またこれに突っ走られたら俺たちは教官。悪かったよ、もう死ねえって。什么三场混分？補給できる場所を作っておくんだよな。あ、実戦を想定するなら
予備の拠点があった方が良さそうだ。よし、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。飞起来，飞起来！哎，怎么飞不太起来？遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった？申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。お願いね。任されました。合図したら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで V を狙って一気に倒しましょう。サチ君、任せて。像火影吗？ガチ君、任せたわ。私たち、交给伙伴就对了。任せたわ。任せとけ。よっ。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。怎么我太混分？訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。ハンデ協力しより多くの部位を破壊しろ。在哪里呀？我看见了。はじめ。任されました。哎呦，拿超强哎，拿超强。同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すと。奴らをまとめているのは隊友好強啊。怎么被退去？怎么会？我跟你讲，我们这一队超厉害的。マルコ君、お願いね。了解。交给马可，你看有没有？哇！只要好好的指示，他们就超厉害。来，科尼，科尼，来，哇塞！喂，アルミン、ミナ、それで全力なのか？跟着漫画剧情吗？私足手まといになって。有在额外兼添加，就是自己。我的控制的这位角色的故事啊，其他都是依照漫画剧情。まだ1位になれる可能性はある。怎么好好的混分？全力を尽くそう。じゃあここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。三 D 可惜。哎，可是这是第三人称哎。最後まで頑張りましょう。それぞれが自分の役目を果たせばいい。ハンデの訓練なんだからな。あいや、呼べちゃう。みんな、その調子だ。ありがとう、ライナー。うん、頑張るよ。お優しいね。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。快了、快了。
人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。この班怖いな。よっ。快了快了。今回の訓練の最優秀班を発表する。是我是我。エレン・イエーガー、貴様らの班が1位だ。すごいよ。さすがエレンだ。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。本機の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが兵士としての能力は個人の技術だけでは測れん。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携がより重要になる場合もある。それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だった。お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。这个马可也很努力，我怎么会最混分呢？我是有好好发挥我的领导能力呀、啊。マルコもさすがでしたけど、あなたのおかげでいつも以上に力が出せた気がします。実際、即座に他のものをまとめ上げ。その能力を引き出せる兵士は決して多くはない。だが今回はその稀有な素質を持った者がいたようだな。104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団、特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、
7番マルコボット6番ジャン・キルシュタイン5番エレン・イエーガー4番アニ・レオンハート3番ベルトルト・フーバー2番ライナー・ブラウン主席ミカサ・カーマン以上10名ただしこれはあくまで訓練場の成績であり実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ成績上位に入らなかったものもよく考えておけ自分に何ができるのか何をなすべきなのかをなこれにて第104期訓練兵団解散式を終える以上我怎么会是最后一名呢我一定是第十一的那位よしすげえじゃねえか没有问题今天晚上我一定好好的聊一聊今天有谁啊、哦、好多位啊恭喜你进入前十名！おかげさまで，很好，很好。ま、俺は天才だから。私はエレンを守る。听了爱莲的话之后，下定了决心。嗯，很好，我就知道米卡莎整个人都是爱莲的形状。你聪明的头脑会受到器重。私は私の意思に従う。为什么？私は生き残るさ。お前はすごいよ。这个必须要更加努力。哇，女神没有帮你们哭哭。兵士の責任を果たす。很开心。
どうかしたか？王の近くで働きたいな。这个以尊敬的眼神望着他。別に優等生ってわけじゃ。还有谁还没有聊到天啊？哇，跟我的同学都聊完了，看起来都聊完了呢。那我们去找米娜吧。加满好感度之后出去被巨人吃，不不，我看看哈。哦，日常互动也会有所变化啊，好期待哦，好期待哦。哇，这是谁受得了啊？哇塞，特别剧情，哇，没问题，大家都来找我说心事，我会帮你们解决问题的，没有问题，没有问题。哎，有心事都来，我会帮你解决的哦。哟，不要难过。じゃあトーマスからどうぞ。ああ、俺はあれからエレンとアルミンの二人と交流する機会が多かったんだ。エレンの長所はとにかく根性だな。絶対に諦めない不屈の闘志を持っているやつだ。アルミンの長所は頭の良さと負けん気の強さかな。体力面の不安を補うために陰ですごく努力してるんだ。根性と負けん気か。二人とも訓練に対する姿勢とか考え方に長所があるってことね。うん、そういう長所なら俺たちも見習えそうだろ。それでミーナはどうだった？私はミカサとクリスタの二人と仲良くなれたかな。ミカサはどんな状況でも慌てずに自分の感情を制御できるの。ただしエレンに関すること以外はだけどね。クリスタはいつも周りの状況をよく見てる。仲間の動きにも気を配って、それってすごいことだよね。ミカサの長所は真似できそうにないけど、クリスタを見習うことはできそうだな。じゃあ次はお前だ。よし、今回の報告会はこれで終わりだな。話を聞いてすごく参考になったよ。私もみんなと仲良くなれて役に立ちそうなことをたくさん学べたかな。看来你们两位已经没问题了呢。これからの私たちに期待していて。これからももっとたくさんの仲間と交流を深めて、いいところを学んでいかないとな。そうだね、みんなと学び合って助け合って立派な兵士になれるようにこれからも頑張ろう。太含糊了吗？看看我的技能。
哦。还有礼物哎。怎么何时要喂巨人？共斗连线，哎，这我就不晓得了。哎，每天都有认真记录。すげえじゃねえか。耶，没有问题。还有谁呀、啊？到底要训练什么时候？慢慢来，慢慢来。哎，我好像不是要这个。さすがに立体軌道には慣れたけどよ、今日の訓練は結構きつかったな。おいおい、お前ら見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。てか、教教我吧、教教我、教教我。まあ考えてやってもいいぜ。教えた通りにお前が動けるかはわからねえけどよ。おいじゃん、教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。うつえな。誰がうざいって。才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの。ミカ。おいエレン、立体軌道の話だったな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。这个伊卡莎也加入，四个人一起训练吧。そうだな、それがいいな。人数が多い方がいろいろと教え合えるしな。エレン、怪我してる。すぐに手当てしないと。早く来て。はあ？こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ。あ？立体軌道だって？そんなの今度でいいだろう。え、真的很现实え。这大哥超现实的啦。难怪米卡莎不理他，哼。
自主訓練ですか？偉いですね。そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえば、ブッブ、あの話を知っていますか？不要误会啊，我跟约翰没有什么关系啊。这个，哇，莎夏，不要误会，救命哦！我们之间真的没有什么关系啊。这个，他有什么有趣的秘密？聞く価値ありですよ。少し前に同期のみんなと家族の話をしていたんです。私の父は狩りが得意とか、コニーには妹と弟がいるとか。で、ジャンは直接聞いたわけじゃないんですが、お母さんにすごく可愛がられてるらしいんです。原来是妈宝啊！意外ですよね。傑作だったのは、ジャンが部屋にいたら突然お母さんがドアを。サシャ、なんでお前がその話を。くそ、言いふらしてんじゃねえよ。別にいいじゃないですか、喋っても。おっと、私用事があったんでした。あの芋女。おい、サシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。てか、我对大家的家人也很感兴趣。おお、ならサシャのところの狩猟話がいいな。驚かされることばっかりだぞ。くそ、誰がサシャに喋りやがったんだ。とにかくあいつの言ったことなんて信じるんじゃねえぞ。为什么我跟这个人的好感度升这么快啊，救命哦救命哦。为什么我跟这个人的好感度升那么快？我想要杀下，救命哦！什么家家犬的物以类聚？不，我只是想要跟莎莎，想跟莎莎成为好朋友，错了吗？我看看还什么，还差谁啊？剩爱莲了吗？其他应该都差不多了。米尔也没有前十哎。どうした？やったな。要不要聊聊？哇，你居然直接跟我开约，这谁受得了？约翰有活很久，我记得他好像也便当了哈。这款游戏它是做动画的第一跟第二季啊，游戏的内容可能有机会会看到哦。约翰便当可能有机会看到，怎么我也活很久？惜しかったな。お前なら10位以内に入れると思ったんだが。
米卡莎，然后米卡莎在爱莲的后面，那个眼神就很可怕，你知道吗？这个是跟爱莲都是要好好讲话，米卡莎好可怕。这个我本来没抱什么期望，本来就没有在抱什么期望。是不是他快变到这里好感度才加很快？哎，有可能呢。そうなの？みんなの評価では君も有望だったのに。だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位10人と力量はそんなに変わらんだろう。教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練成績の順位だけで測れるもんじゃねえだろうしな。憲兵団に入らないって本気なのかエレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは巨人と戦うためなんだからな。死にすぎ野郎のことはほっとけよマルコ。俺たちには内地での快適な暮らしが待ってるんだからよ。やっとこのくっそ息苦しい前線の街から脱出できるぜ。じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。なんだと？じゃあもうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだとそう言いたいのかエレン。違うな。俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一匹残らず駆逐してこの狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。贝卡贝卡，感谢你的 follow。可以啦，活过今晚，这有什么问题呢？心臓を捧げる覚悟はできてる。东西啊，我来。何を作りたいんだ？
比赛到。某某某某晚安，要睡的晚安哦。哦吼，没钱了。また来てくれよな。いい品が揃ってるよ。哦，买材料。没啦，关台就要去睡了。また来てね。巨人给吃掉呢。人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り、守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間、中ドン兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ！俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ、お前だけじゃない。皆さん、長官の食料庫からお肉取ってきました。は？这个交给我来做成料理吧。さすが、話が分かりますね。私の分は多めに頼みますよ。大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。
私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああそうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？啊，当然是加入调查兵团，真想快点到城墙外看看。真想快点到城墙外看看。啊，俺もだ。きっと見たこともねえもんがたくさんあるんだろうな。あの日お前もいたんだろう。志願しなくに、お互い目的を果たせるといいな。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。裸体就是巨人啊。只有爱莲哦。これ以上巨人を町に侵入させてたまるか。この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。まず手足を落として動きを止めた方がいいな。このまま一気に、はっ、はっ、気をつけろ。アンカーを刺してても長くは持たねえぞ。え、上面の奴の手足を落としてから確実に仕留めるんだ。この調子ね。やった、訓練通りやれば。もうその言い態糟糕了吧。喝水水。では巨人なんだぞ。気をつけろよ。好。我要怎么渡劫？次から次へと入ってきやがって。一匹残らず駆逐してやる。好。ここで倒す。大丈夫か？こっからは俺も戦うからな。エレン君。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。まやされました。まだまだ俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。コニー君お願いね。任せとけ。まだまだ
俺たちでもなんとかなった。斩杀比较脖子哦，因为我是想说，我要破部位拿道具啊。想说先把道具给拿一拿。やべ、これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。这斩杀会不会比较高分？这就不晓得了。畜生，やるしかねえ。我之前玩一代是，那时候一代是玩角色人物啦，然后就每个人的攻击的特性方式都会不太一样。就以沙夏来说的话，他的攻击力会比较强，然后如果是公主的话，他就是那种属于指挥会比较强的。啊，只是因为这一次都变成都是新角色，就好像就没有这样的分别。那时候玩一代就阿米的指挥能力超猛，就只要出张嘴，基本上就可以了。被抓吗？哦。使えなくなる前に乾燥しろよ。まだまだ。等一下、等一下。エレンがいない。まさか巨人に食べられたの？あいつ、一人で超大型巨人のところに行ったんだ。なんだって？早く援護に行かないと。倒した。私たち十分やれるじゃない。サシャさん、お願いね。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください。巨人が近づいてきます。只有我是新人啦，其他都不是。あの巨人、さっきのより強そうだぞ。中电波哦，这么厉害！哇塞！みんな注意して！啊，对吼，要磨刀。分かったぜ。やつの様子を見て、一気に背後に回るんだ。よっ。強敵捕捉。トーマス君、サシャさん、お願い。いい動きだったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。鎧取った。
超大型巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。为什么只看到我走来走去？因为我走领队路线啊，就是我负责指挥我的小队。怎么会分路线？